無策の幕府と私腹を肥やす商人は許さない。江戸庶民の大暴動、打ち壊しの実態。江戸時代の社会は幕府を頂点としたヒエラルキーで成り立っていました。庶民はお上の指図に従い、絶対に逆らわないことが美徳とされていたようです。しかし食糧不足から来る飢えは、そんな道徳や秩序を崩壊させました。それが庶民の大暴動である打ち壊しです。なぜ庶民は処罰を恐れず打ち壊しを行ったのか、その背景にあったのは一体何だったのか。今回は打ち壊しについて徹底解剖していきましょう。打ち壊しを誘発した天明の大飢饉。江戸時代を通じて都市部では打ち壊しの事例が頻発していますが、とりわけ件数が多いのは天明期だとされています。特に天明3年1783年には30件、天明7年1787年には69件も発生しているのです。また地域別で見ると、東北地方と関東地方が全体の 80% 近くを占め、特に7月から12月にかけての半年間に連続的な打ち壊し事件が発生しています。それは一体なぜなのでしょう。7月は一般的に米の収穫時期にあたり、その年が豊作なのか不作なのかがはっきりとしてきます。またそれに伴って米の値段がどれくらいになるか分かってくるのです。ところが天明3年の場合、それまでの年とは全く異質でした。7月6日に浅間山が大噴火を起こし、関東地方を中心に荒廃の被害が重なります。さらに米の大暴騰が予測されたことで、社会に大きな不安を与え、7月から打ち壊し件数が急増したのです。一方、東北地方では状況はさらに悪化しました。商標期に伴う気候不順によって不作が続き、東北諸藩による江戸への買い米の集中政策が米の高騰に拍車をかけます。米の流通量が満足でないのにもかかわらず、藩と結託した御用商人は積極的に買い米政策を行ったことから、ついに天明の大飢饉を引き起こしてしまいました。飢えに苦しむ庶民は途端の苦しみにあえぎ、藩の備蓄米すら売り払ったことで、民衆を助けるためのお救い米すらありません。今さら米を買い戻そうとしても無駄でした。すでに高騰していたことで手がつけられず、何ら有効な救済策もないまま大量の餓死者を出してしまったのです。こうした状況はやがて都市部でも起こるようになりました。天明7年になると、前年が気候不順だったことから、米のみならず補助作物の麦も不作となっています。ついには米価高騰だけでなく、物価全体の高騰も引き起こし、打ち壊しの拡大を招いてしまうのです。民衆にとって物価高騰ほど辛いものはありません。現代でもそうですが、貧しき者の不満は為政者や裕福な者へ向かうのは当然のことでしょう。庶民を怒らせた幕府の無策と強欲商人たち。将軍のお膝元である江戸は、当時でも100万近い人々が暮らす大都市でした。東北、関東地方を中心とした飢饉は、やがて江戸へ波及してきます。物価高騰に伴い、とりわけ米は4倍以上にまで高騰したとか。これでは江戸庶民は生きていくことなどできません。そこで幕府は米の値段を下げることを意識して、米国売買勝手令という法令を出しました。これは米売買の規制を撤廃することで、新規事業者の参入を促し、米の流通量を増やそうとしたものです。ところが、
幕府のお偉い方は経済の何たるかをまるで分かっていませんでした。結果的に投機目的で米を買い占める商人が相次ぎ、その流通量は増えるどころか減っていきます。もはや庶民が買おうとしても値が高すぎて手が届かず、上にますます拍車がかかっていきました。慌てた幕府は米の買い占めを禁止する触れを出すものの、全く効果がありません。そうするうちにも米価はどんどん上がっていったのです。そんな中、御用商人たちは旗本や藩の上役と結託して米を買い占め続け、法の網をかいくぐってまで私腹を肥やしました。やがて幕府の無策だけでなく、強欲な商人たちへも怒りの目が向けられます。町の辻には誰が書いたものかわからない考察が掲げられ、こんな言葉が並んでいたそうです。老中をはじめ町奉行や諸役人までが結託して悪事を働いている。もし打ち壊しが起こり、幕府が加わった者を一人でも罪に課すならば、決して奉行連中や諸役人を生かしてはおかない。そんな事態を避けたいなら、庶民の暮らしを安寧導く政策を実施すべし。庶民たちはとっくに不正を働く為政者と、それに組みする者たちの強欲を見切っており、最後通帳とも呼べる挑戦状を叩きつけたのです。ついに起こってしまった天明の打ち壊し。天明7年、1787年5月、江戸に暮らす庶民は窮乏の極地にありました。家賃が払えなくて長屋を追い出される庶民が続出し、家を失った者たちはますます飢えるばかり。行くあてもない大勢の者が将来を悲観し、続々と橋から身投げしたといいます。あまりの多さで橋の往来が禁じられると、今度は渡し船から身投げをする者が増えてしまったとか。そのため、渡し船自体が停止されてしまいました。そんな中、長屋で暮らす庶民には一縷の望みがあります。それは、幕府がお救い米を出してくれることでした。実際に50年前に起こった享保の飢饉では、お救い米によって多くの庶民が助けられたといいます。とはいえ、享保の頃は米将軍こと徳川吉宗の時代です。庶民の痛みがわかる幕府だったからこそ、なけなしの米を放出したにすぎません。しかし、天明期は違いました。大商人が米を買い占めている以上、幕府には余裕な米の在庫などなかったのです。それでも、庶民たちは町の行政に関わる町年寄りに掛け合い、町奉行へお救い米の実施を求めてくれるよう嘆願しました。ところが、町年寄りの役目は、庶民の暮らしを守ることではありません。むしろ町奉行から、庶民どもがおかしな動きをしないよう監視せよ、と釘を刺されていたのです。それでも心ある町年寄りたちは、厳しい叱責を覚悟でお救い米の実施を求めたといいます。しかし、タイミングがあまりにも悪すぎました。当時の幕府内では、老中田沼意次の失脚によって、田沼派と松平定信を中心とする反田沼派が対立しており、ちょうど混乱の最中に嘆願書が出されたのです。政争を繰り広げている為政者が庶民を顧みることはまずありません。結果的に沙汰が出され、それは驚くべき内容でした。なんと、男は米2合、女子供は米1合を時価で売り渡すというもの。ただでさえ手が出ない米を時価で買えとは、あまりにも厳しい仕打ちでした。米の代わりに麦や大豆を食え
というお達しも出ましたが、物価全体が高騰しているのに買えるはずもありません。この触れが出された当日には、米価が 20% も上昇したといいますから、全く現実を無視した施策でした。こうして庶民の期待は裏切られた上に、さらに神経を逆なでする発言をしたのが、北町奉行の曲渕景次です。救いを求めてやってきた町人を罵倒した挙句、あろうことか、昔は米がなくなっても犬を食ったというではないか。犬一匹なら七関門で買えよう。米がないなら犬を食え。と言ってのけました。こうして怒りが頂点に達した庶民は、その翌日から空前の打ち壊し事件を引き起こすのです。秩序のあった打ち壊し。実はきちんとしたルールがあった？ちなみに、百姓一揆と打ち壊しはよく似ているようで全く違います。一揆は年貢の免除や減免を求めるために訴えるもので、あくまで武力や乱暴狼藉を行使するものではありません。一方、打ち壊しの場合は異質です。人々の憤懑がたまった結果、爆発したものですから、まさしく暴動と呼べるものでした。5月19日、まず深川に住む提灯職人らが退去して米商人の商家を襲います。そして同時多発的に他の地域でも貧民層を中心に打ち壊しが起こり、やがて江戸全域へ広がっていきました。ただし、打ち壊しの対象になるのは、かねてから悪徳で名を馳せた米屋や両替商といった富裕層ばかり。一方、少しでも庶民へ施しを行っていた商家は被害を免れました。民衆はどこをターゲットにすればいいのか、きちんと理解していたのでしょう。また、打ち壊しにはある程度の秩序があり、ルールが存在していたようです。まず、大勢で押し入る前に、数人で家の中へ入って火の元を消します。これは火事になることを防ぐためで、大火事になれば罪のない人々が路頭に迷うからです。そして、押し入ったとしても、整然とした行動が取られました。打ち壊しのリーダーが拍子木を打つと、人々は一斉に建物や蔵を壊し始め、再び合図が鳴ると一斉に休憩時間を取ります。また次の合図で再び打ちかかるなど、規律が取れたものだったようです。また、店の建物や道具は壊しますが、店の人間に危害は加えることは一切ありません。また人々は、大土のような破壊道具ではなく、飛び口や縄といった道具を持ち寄っており、それを使って建物を引き倒していました。そうすることで、店が再建しやすいよう配慮していたのです。ただし、混乱に乗じて盗みを働くことはご法度でした。もし盗んだ者がいれば、すぐに打ち殺すという申し合わせまであったといいます。打ち壊しといえば、そこら中に米が散乱して人々が奪い合う構図が想像できますが、いくら飢えていると言っても、米を奪うことは厳禁だったようです。実は、打ち壊しの目的とは、米の強奪ではなく、買い占め米を地面にぶちまけることで台無しにすることでした。もちろん、買い占めを行った店に対して制裁を加える意味があり、同時に、自分たちは決して盗人ではない、とアピールしていたのです。ただし、台無しになった米は安く売られることになりますから、庶民が助かったことは言うまでもないでしょう。とはいえ、中には覆面をして落ちた米を拾う者もいましたが、あくまで少数に過ぎません。
大抵は顔を隠すことなく打ち壊しに臨んだといいます。江戸期はご近所同士で持ちつ持たれつの時代ですから、近所の米屋が潰れてしまっては元も子もありません。なぜなら目的は店を潰すことではなく、米の値段を下げさせることにありました。打ち壊しが終わった後、被害に遭ったほとんどの米屋は米価を下げたそうですから、それなりに効果があったのでしょう。仮に面が割れても構いません。その人も米を買いに行くわけですから、こないだはすまなかったなって済んでしまうのです。現代では考えられませんが、言うなれば手打ちですね。こうして打ち壊された商店は1000軒に及び、5日にわたって続いた江戸の混乱はようやく収束しました。天明の打ち壊しで鬼の平蔵が大活躍。打ち壊しによって江戸が混乱に陥る中、時代劇でも知られる鬼の平蔵こと長谷川平蔵が活躍しています。当時御書院番という役職についていた平蔵ですが、暴徒と化した大群衆の前では町奉行も手の施しようがありません。そこで鎮圧の命を受けた平蔵は、目に余る乱暴狼藉を働く者を捕獲し、次々にしょっぴいていきました。そんな活躍ぶりから、平蔵は火付け盗賊改めとなって江戸の治安を守る立場となります。しかし東北関東地方を襲った大飢饉は大きな爪痕を残し、飢えて行くあてのない人々が江戸へ流入してきました。彼らは心ならずも悪事に手を染め、今日食べるために盗みを働く人々です。そんな状況を見た老中松平定信は、広く幕臣に意見を聴取しました。そこで長谷川平蔵がホームレス対策に手を挙げるのです。それは日本で初となる職業訓練所の開設でした。これは人足寄せ場と呼ばれますが、ホームレスたちを集めて作業をさせ、専門の職を習得させることに目的があります。また人としての道徳教育を施すことで罪の意識を植え付けようと考えたのです。こうして平蔵は少ない援助の中で私財を投じてまで事業を継続し、毎年200人に及ぶ収容者を社会復帰させたといいます。そんな庶民のヒーローが時代劇の主人公になるのも、なんだかわかるような気がしますね。